愛媛基線株式会社は、愛媛県今治市の海運会社。1942年12月、海運統制令に基づく企業統合として、今治周辺の海運業者により、愛媛基線統制組合が結成された。1946年に、愛媛基線組合と会商、会社1949年7月、海上運送法の交付に合わせて、 愛媛め船株式会社が設立された。終戦直後は木造船のみで運航していたが、1959年に初の航船である、浮城を建造、1965年にはフェリー化第一船として三島丸を建造、以後毎年のように新船を導入した。1983年12月に、因島大橋の開通により、 尾道みち因島間が廃止となった後、1988年の博多大島大橋開通による航路再編で、ゲイヨ観光フェリー大三島ブルーラインに航路と船舶を譲として運航を終えたが、2社の株主のほか、所有する愛媛県松山ビルのテマント業などで存続している。1983年12月の因島大橋。 開通による尾野道因島間廃止前は、今治尾道航路に、第十六愛媛、第十二愛媛、第十愛媛、第十八愛媛、第十七愛媛、第十五愛媛が、今治大島木の絵航路には、第二愛媛、第三愛媛、第五愛媛が、今治熊御瀬戸航路には、今治尾道航路の六隻のうち一隻が、ローテーションで廃線されていた。この 第八愛媛が予備選として在籍した。ありがとうございます。